江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら最新情報です。韓国が狙うインチョン F1 の元凶がこちらということですね。ニュースがありましたのでご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。くーちゃんお願いします。インチョン市のフォーミュラ1 F1 グランプリ大会誘致は最初の段階からつまずいている。さらにインチョン国際空港公社が別途ヨンチョンに F1 大会誘致を含む開発を進めており、誘致の重複への懸念も出ている。21日、市によると、総額5億ウォンを投じて F1 大会誘致に先立つ基本構想のための事前妥当性調査を実施する予定だ。この調査で F1 大会の最適な開催地の選定、観覧席や自動車整備スペースなどの各種施設の設置計画、分野別の事業予算の見積もりなど、全般的な妥当性を確認する。また、F1 大会のサーキットデザインやコンセプトを準備する技術分野についても検討する予定だ。しかし、市は今年7月から事前に業務を委託する企業を見つけられず、数ヶ月間発注すらできていない。F1 サーキットのデザインが可能な国際自動車連盟 FIA のグレード1認証を受けた企業は世界的にも多くなく、数社と接触したものの業務の範囲や費用の問題が解決していないためだ。このため当初8月に発注予定だった計画が延期され続けている。サーキットデザインには少なくとも4ヶ月が必要な点を考慮すると、来年上半期中に業務を完了し F1 大会の基本構想を終えるという計画は厳しい状況だ。加えて F1 大会の国費支援を引き出すための動きも停滞している。国費支援を受けるための法改正などを国会や政府に提案するには、少なくとも F1 大会のインチョン開催に向けた基本構想及び妥当性調査の結果が必要だが、その調査が未着手だからである。このため今年中に F1 グループとインチョン大会誘致のための覚書を作成するという市の計画も大きく狂う見込みがある。F1 大会は五輪やワールドカップとともに世界三大スポーツイベントとされるが、現行の国際競技大会支援法の支援対象には含まれていない。支援対象は五輪、パラリンピック、ワールドカップ、ユニバーシアード、アジア大会、世界陸上選手権大会などである。この対象に F1 大会が含まれれば、サーキット設置費や大会運営費に最大 30% まで国費支援が受けられる。特に空港公社は6月からインチョン国際空港近隣のオソン山の削られた敷地、空港近隣の高度制限で 172M から 52M まで削られた山の敷地を活用し、 F1 大会などを誘致する常設サーキットを含むモータースポーツをテーマにした観光レジャークラスターの造成を進めている。市は過去に全羅南道の F1 大会が常設サーキットを設けて運営したが、赤字のため4年で中断されたことを例に、町中サーキット形式での F1 大会を誘致しようとしており、政策の方向性は完全に対立している。このため市と空港公社の不一致な政策が現在 F1 大会の候補地とされるヨンジョン地区とソンド地区の住民間の対立を助長する可能性があるという懸念も出ている。空港公社のある関係者は、オソン山の削られた敷地一帯がこのようなコンセプトの観光資源開発に最も適していると判断しただけで、市の F1 大会誘致とは全く関係がないと述べた。これに関連し、市の関係者は事前妥当性調査の開始がやや遅れても随時文化体育観光部と協議し、後続手続きを進める上で問題がないようにすると述べた。はい、というね、内容でした。それではですね、こちらに対して韓国の反応を見ていきましょう。はい、それではですね、1人目、こちらポン。最初からインチヨンにスタジアムを作っていたら F1 の開催も続けられただろうに、なぜか全く場違いな田舎中の田舎、全羅道の4アムに作ってしまったせいで残念。2104アム F1 サーキットで自転車に乗る国。40前回の F1 の後、サーキット場が自転車やカートのイベントに使われることも多く、元の F1 サーキットとしての役割を果たせていないので、 F1 ファンの立場からするとがっかりです。結局日本に行って直接観戦するつもりです。国内の認識もそうですし、国内でグランプリ観戦するのは希望が持てませんね。いい加減にしてくれ。何のために国費を使おうとするんだか。10第2のジャンボリー騒動を起こそうと大騒ぎしてるな。11
ヨンアムのスタジアム建設を決めた人間、責任取れよ。最初からインチヨンに作っていたライフ1の開催も続けられたし、二重の支出もなかっただろうに。常識的に考えて、どれだけ愚かでも最低でもテジョン以北に作らないと何もできないだろう。田舎のヨンアムに作って何になる。なぜここで野党の岩盤地域の全羅道が出てくる。インチヨン市長は国民の力所属だろ。金をかすめ取ることしか考えないその党が発案したのに、全羅道のせいにして水を濁してるのか。インチヨンは何一つうまくできないのか。無能行政が続いてる。地理的条件はいいのに、無能な行政能力でため息しか出ない。業務を委託すると下請け、また下請け、さらにまた下請け。ヨンアムか。フォーミュラサーキットがガラガラだ。いい加減やめてくれ。ヨーロッパで F1 が人気あるのは今でこそ、その感じは薄れているけれど、過去には各国の代表ブランドやドライバーが自国の代表サーキットで競い合う国家対抗戦的なスポーツの側面があって、そこで様々な階層の人々が多様な形のモータースポーツを楽しめたから裾野が広がった。でもこの国はモータースポーツの裾野がほとんどなく、むしろ各種規制でそれが閉ざされている。そのような国で基礎のないまま F1 を誘致するのは何か根本的におかしいし、税金の無駄遣いでしかない。 1.2アジアでも人気は高く、実際にシンガポールや C 国、日本などでの大会は盛況だ。すでに世界的な祭典であり、よく知らないからといって偏った視点で見ると答えが出ない。我が国も今では不毛地帯ではなく、中継を通じてファンが増えている。ヨンアムの時と比べてはいけない話だ。その通りです。アジアの国々で人気が高いですよね。でもシンガポールではシンガポールグランプリ、マレーシアはセパンサーキットで長年モータースポーツが行われてきましたし、マレーシアやタイはチューニング産業やモータースポーツで様々な階層が長期間にわたって関わってきたため、国内でチケットも売れる状況です。でもこの国ではお金を払って観戦する人が少なく、莫大なライセンス費用が海外に流出します。もちろん税金です。 F1 ファンが増えるのは私も嬉しいですが、税金で一時的なイベントを誘致するよりもその基盤を広げる方が先ではないかと思います。 F1 は確かに素晴らしい、世界最高の祭典と認めますが、我が国ではどうですかね。保守的な文化が原因で失敗する気がします。 0.1 はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応を見ていきましょう。いやー、やらないのかな。いや、やってほしいんだけど。シンクホールグランプリが開催されるにだか。らしい。イーロンにダンスロボを派遣してもらうとかどう。自分たちの力量も分かってないのに F1 開催を狙うとか、プークスクス、わら。2025年に予定はあるけど日程確定してないんだっけ。脱出 GP 頑張ってね。お前ら失敗してるの忘れたのか。やめろって言ってんだろ。メカもドライバーもスタッフもかわいそうだろ。観客入らないんだから赤字確定だってわからないのかね。いや、伝説できるじゃん。時速320キロに耐えられるアスファルト引けるのかね。都市機能の修繕業者があのざまでしょ。おい、これマジで悪夢の再来するんじゃないか、わら。すごいな、このざまで本気で F1 開催できると思い込んでたのか、わら。業務内容よりも建設予算が全然足りないだろ。これ思ったね。これなんかかなり大きなスポンサーがつかないと無理だよね。なんでそんなに F1 やりたいんかね。どうせ失敗に終わるのに。以前 F1 やった時、 F1 選手は渓谷合出すごかったじゃん。選手の扱い雑すぎるし失礼すぎるよ。うん、いろんな逸話がね生まれましたよね。F1 カーの輸送に何十億円かかるか知ってるのか。輸送が大変なんだから、そうポンポンできるわけないんだぞ。前回は観客呼べなかったのがまずかったんやせ。いや、観客を 3D で表現すれば以後800年 F1 開催地ワイラのものやで。まずホテルはどうするんだ。前回見たクラブホにドライバーを泊めるのか。まあインチョンならね、あの空港あるからね、ホテルもあるだろうね。事前妥当性調査を未だかつてまともにやった試しがないだろ。だから失敗するんだよ。お前らの国ならタクシーとバスの小競り合い見てる方がエキサイティングだと思うぞ。そりゃもうポッケないないのためでしょう、わら。そんな大規模サーキット作ったって、そもそもモータースポーツに興味がないんだから持て余すだけやろ。そもそもが行動サーキットだから需要がねえか、わら。鈴鹿サーキットとモビリティパークもて、ギは特別な舗装をしているんだよ。渓谷さん、知らん買った？知らんやろうな。ほう、F1 サーキットで自転車やカートの遊び場になっているのか。よかったやん、無駄にならなくて。ねえねえ、ヒョンダイって F1 に参戦してないよね。その程度なのに、なんで F1 やろうと思った？見えっ張りたいだけ。
もう自転車で需要あるんやったら警告板は自転車からわらファイテンわら。F1 カーに消火器かけてエンジンも使えなくしたのどこの国だっけわら。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。